落合博満。現役時代にはロッテオリオンズ、中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ、日本ハムファイターズと渡り歩き、全球団で4番を務めました。まさに理想的な4番バッターとして活躍した落合氏は、プロ野球史上1人しか達成していない3度の三冠王に輝いています。現役引退後に中日の監督に就任すると、俺流と呼ばれた落合監督独自の采配を披露し、批判されることもありながら8年間で4度リーグ優勝、日本一に1度輝きました。今回はそんな奇才落合博満氏が同じく日本を代表する4番バッターの清原和博選手を語ったエピソードについてご紹介します。甲子園の怪物となった清原和博。甲子園は清原和博のためにあるのか。この名実況が生まれたのは1985年夏の甲子園でのことでした。高校入学直後の1年生から名門 PL 学園の4番として活躍を見せた清原選手は、1年生の春と2年生の夏に準優勝、そして1年生の夏と3年生最後の夏に優勝を果たしています。甲子園通算13本のホームランを放った清原選手ですが、その13本塁打のうち3年生の夏に5本塁打を放っており、学年を重ねていくうちに成長していったことがわかります。そんな甲子園のスターとなった高校時代の清原選手に対し、当時の野球ファンは天才の中の天才、打席に入るたびにホームランの期待があったなど、怪物ぶりを表す評価で、プロ入り後の期待はとてつもないものになっていました。若かりし頃の清原和博を語る落合博満。甲子園のスター清原選手は1985年のドラフト会議において希望していた読売ジャイアンツへの指名とはならなかったものの、西武ライオンズに1位指名されプロ入りを果たします。ルーキーイヤーであった1986年から高卒新人記録となる31本のホームランを放ち、その才能を遺憾なく発揮した清原選手。そんな大活躍を見せていた清原選手に対し、当時32歳で全盛期を迎えていた落合氏は1986年7月に受けたインタビューで印象を語っていました。落合氏はまず初めて清原選手のバッティングを見た時の印象について、彼のバッティングを初めて見た時、すごい、大したもんだと思った。感心というより驚いたね。よくホームランを打つというか高校生離れしているとかいうことは聞いていたけど、そんなことよりもあの熱狂している甲子園のバッターボックスの中で自分の型通りのスイングができるってことの驚きの方が強かったね。これまでの高校生にはいなかったと思う。センターから右中間に大きな当たりが飛ぶっていうことはスイングに無理がないっていうことだし、ボールをよく引きつけて打ってるっていうことだから、あの時のままで間違いないんじゃないかなと、天才バッターである落合氏も甲子園での清原選手のバッティングに驚きを隠せなかったと評価しています。続いて落合氏はキャンプやオープン戦で打てずにいた清原選手が周りから高校時代のフォームのままでは通用しないのではないかと言われていたことに対して、いいぞ清原、このままでいけとこう言いたいね。今のままのバッティングフォームでやっていきさえすれば必ずものになる。高校生のフォームが抜群だったし、あの感じでやれるところまでやらなければダメだと思う。高校生の体でいきなり大人の世界に入ってきて最初から何もかもぴったりなんてことがあるわけないんだよ。そのうち慣れてきますよと語り、清原選手のフォームについて絶賛していました。さらに落合氏は続けて、あんまり褒めちゃっても困るんだけど、もし彼が今のフォームを変えないでやっていけば 2,3 年後にはホームラン王を取るんじゃないの。それもひょっとすると50本の大台に行くんじゃないかと思うよ。とにかく僕よりも数段上のものを持っていると思う。特に僕の19歳当時と比較したらもう問題にならない。天と地ほどの違いがあるね。もちろん彼が天で僕が地だよ。彼はもうスターだけど、僕はまだその頃野球らしい野球はやっていなかったんだから、遊ぶ方じゃ負けなかったと思うけどねと、清原選手の才能を認め、この時点で三冠王を獲得していた落合選手自身よりも大きな成績を残すのではないかと予想していました。そして最後に唯一清原選手について心配している点として、ピンチに陥った時が問題だと思う。例えば僕たちの時代はレギュラーの座を取るのにまさに奪うという感じだったけど、彼の場合はそうじゃない。与えられてそれにうまく乗っかってレギュラーを取ったということでしょ。強烈なライバルがいてそれを打ち破って奪い取ったというわけじゃないから、何かの壁にぶち当たった時に甘えが出てこなきゃいいなってのが一番心配だね。誰かにその泥沼から引き上げてもらえるっていうことじゃなく、自分自身でどこまでそれに立ち向かって耐えていけるか、
自分の力で抜け出せるかってことがね。しかも苦しんで苦しみ抜いてねと、後々の清原選手の苦しみを予言するかのような発言を残していました。2人の4番バッター豪華対談。清原選手が4年目を迎えた1989年のオフに実現した、まだ現役だった落合選手と清原選手という2人の4番バッターによる豪華対談。対談が始まると、落合選手はこのシーズン35ホームランに終わった清原選手に対して、お前まだ40本打ってないんだよね、何してんの、そんなでかいから出してと、落合選手から見て才能を持て余しているように見えた清原選手に厳しい意見を述べます。次にデッドボールを多くもらっていた清原選手に、お前やっぱ下手、あれをもうちょっとうまくしない限りには選手生命終わるの早いな、ちょっと下手すぎると指摘し、もう少し選手生命を長くしたかったら逃げることを覚えろというように、清原選手の選手としてのキャリアを考えてアドバイスを送っていました。対談も中盤に入っていくと、落合選手は当時連日のように夜遊びをしていた清原選手に対して、長いこと野球やろうと思ったら酒やめろと厳しい口調で言うと、若いうちは飲んでもいいけど俺も30歳過ぎて酒が次の日抜けなくなったから、軽く飲むのはいいけど深酒はやめろと、自身の体験談を交えながら再び清原選手の選手生命を伸ばすためのアドバイスを送ります。そして打撃タイトルを取れない清原選手に、タイトル取ってないもんな、下手したらこのまま終わっちゃうぞ、無冠の帝王になっちゃうかもなと、落合選手なりに清原選手に対して葉っぱをかけるためにあえて厳しい口調で話したのかもしれません。この対談を通して清原選手に対して厳しいアドバイスを送っていた落合氏でしたが、清原選手のこの対談後の選手生活を振り返ってみると、選手生命を伸ばすために子宮をうまく逃げないとダメだという指摘と、酒をやめとけという落合氏の指摘は少なからず当てはまっていたのかなと感じてしまいますね。その結果デッドボールはプロ野球通算最多記録を更新してしまい、また夜遊びについても毎晩のように酒を体に流し込んでいたという清原選手は、キャリアの晩年に子宮による怪我で多く離脱、酒の影響もあったのかコンディション不良にも苦労していました。指摘の通りになったのが無冠の帝王という部分も、落合選手が清原選手を見る目がいかに的確だったかがわかります。清原が語る落合博満。昨年 PL 学園の後輩である片岡敦史氏の YouTube に出演した際に、自身が選ぶすごいと思った選手として落合選手の名前を挙げました。清原氏は最初に、ルーキーの年は落合さんが2年連続三冠王の2回目の年だったのよ、それを目の当たりにしていたでしょ、俺も落合さんのバッティングがやっぱり一番身近な目標というか設定になってくると、プロに入ってからすぐに落合選手のバッティングを目標にしていたと告白します。さらに片岡氏から、2回目の三冠王を取った時の落合選手はどんな感じだったのかと聞かれると、清原氏は落合選手の、まずバットの音が違う、打った時の打球音、普通はキーンっていう感じじゃない、落合選手のはビシャみたいな、なんか交通事故みたいな音と、非常に独特な音でありバットから出る音とは思えないという例えで当時の衝撃を説明しました。そして落合選手の能力面で驚いた部分を清原氏は、選球眼が違う、ボール球を全然振らないと、落合選手の選球能力に驚いたと説明。西武でいう渡辺久信さんとか工藤公康さんの独特のカーブとか、各体現のあのスライダーをビタって見逃すわけよ、俺だったら追い込まれて絶対に振ってるなっていう、あの最強投手陣を苦もなく打ち返すと語ります。続けて、とにかくハーフスイングも見たことないし、ワンバン振ったところも見たことない、多分落合さんは三振がすごく少ない、50発以上打っててあれだけ三振が少ないというのは落合さんだけちゃうかなと、当時の落合選手の驚異的な選球眼にとにかく驚いていたということを語りました。自らも天才バッターである清原氏が驚くほどなので、本当に現役時代の落合選手は誰もが恐れるバッターだったということがよくわかりますね。ということで、今回は落合博満が語る清原和博についてご紹介しました。自身も天才バッターとして活躍した落合氏だったからこそ、自分を超える才能を持っていると感じた清原選手に対して厳しいながらに期待がこもったアドバイスを多く送ったのかもしれません。しかし人間というのは、アドバイスを受けた時には自分なら大丈夫と思わずそのアドバイスを無視してしまいます。
結局将来その決断を後悔するというのはどんな立場の人間でもよくあることだと思います。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。